松山英樹メジャートーナメント連勝なるか。5月20日不満なシャロン楽しんでくださいね。お待たせした。 Heaven or Hell Do a one Let's rock。 耐えてみたまえ。このプロフェクトに耐えてみたまえ。
しい。Thank you. ありがとう。Good morning.そうですね。フォロワー1000人頑張ってます。
猫いないよ。うん、画面ね、ブレてる。今日はちょっと重たい。猫は、これね、後ろのはね、ゴミ袋。ゴミ箱です。ルーズジョニー、スーパーオンリーハイ、はいはい、はいはいってない。ちょっと待ってね。ああ。今ディープルで検索します。ジョニーのスーパーはハイにしか当たらない。あー、すかしたこと。なるほど、ハイってどういう意味だろうね。上半身無敵って言ってたんや。これやらない。トライエーさん、なんか適当に答えておいてもらっていいですか。ああ。うんうん。なんか適当に。うん、すいませんすいません、ありがとうございます。ちょっとね、あのプレイしながら入力できないんですよ。いや気持ち悪いわ今日。今食べ物食いすぎました。いや、なんじゃないんすよ。あの、なんだろう、あの、沖縄の食べ物、サンダーアンダギー、なんて言うんですよ。
メンション？メンションつけてしまった。あ、全然いいと思います。サンダークロススプリットアタック、そうそうそう。サンダーボルトハリケーンとか。サンダークロス。サンダードリフト走行とかね。サンダーアンダーギース。サンダールーツ。とりあえず気分が悪い。気分が悪い。おかしい。あんま動いてないと思う。なんか毎日毎日ねやってたらね、動きが変わってきますよ。今日は全然攻めてない。あのメインのオーバーヘッドが怖いから。それだけで動きや。それだけで動きが。そう。確かに、だから、そう、地上で戦おうと思ってる。ひどすぎる。攪拌がない。攪拌がないからね、ひどすぎる。終わりかな。オーバーヘッドにジャンプキャンセル。と見て。いや、あ、間違えた。間違えた。あ、ちょっと無理だね、それは。
オーバーヘッドにジャンプキャンセルって何？あ、無理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 です無理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 です、シャガハイが潰された。非常にいる状態でジャンプ移行中に投げをごまかして人目を得る。多分メイガーが先にね動けちゃう。ジャンプして人目を得るってこと。そうそう、うん、それは可能ですね。可能可能。
厳しいっすよね。あ、フォローありがとうございます。確かにね、ジャンハイ・ジャンディーノ確定、確実にいいですよね。わざわざ人に言えるよりかは。しかも、青キャン来る、来たら終わりですかね。バーストないね。よし、全然バーストなかった。結構プレイヤーやってますね、いろんな人。使わないか、ファースト使わないか、使いすぎやったんや。出ないか。当たんないか。でね、コパンで拾いたいんですよね。ほい。ウォレントをね、クリフは特に拾いたいんですよね、5番で。
これラッキーマンか。ボブさんね、海外の人とやった方がいいっすよ。キング150ぐらいな。足払いやばい。ハイブのね、足払いが強すぎる。いや、安いな。あれはクリフならやると思ったんですかね。クリフ使いがね、よくやることなんですよ。これ今ジョニオさん何配信してるのか。昼間のね、面白すぎてね、テレサさんのやつがめっちゃ面白いですからね。あれ、安いな。もったいないな、引き寄らしてくなかった。ワンチャンあるからね、テスター。ナイトメアカウントしてたら終わってた。今のはちょっと危なかったですね。投げれんの。ああ。もったいないな。画面がブレて見えない。画面がブレて見えない。できた。これね、これ。
100回ぐらいやったかな。結構ね、微妙なんですよね。だからマーキングをメインにした方がいいのか。そう、8エグゼをメインにした方がいいのか。多分ね、マーキングメインにした方が楽です。個人的に。だけど勝負を早く決めたかったら、エグでメインにしますね。まあゲージが、相手のバーストゲージがなければ、マーキングメインでいって。やればいいんじゃないかなと。自分の得意な方でね、立ち回りやればいい。なんすかこれ、クリフ。はい、翻訳が追いつかないな。あ、ごめんなさい。あの後の読み合いな、すごい迷うんですよね。攻めるしかないよね。ゲージがない。足払い連だね、早いね、とか、暴れ。演出じゃ無理か、わからない。次ラストね。誰かね、他にね、やってたらいいんですよ。クリフハズのチャンピオンリーレアヒル
よし、ありがとうございます。おっさん、ありがとうございます。ぜひね、あと2日かな、土日と2日間だけ、じゃあ、金、土か、2日間だけなんでね、いろいろね、みんなやってもらえたら、いいじゃないですか。僕もう、することないんでね、練習とか。でもね、昨日、佐久さん見てたけど、もう8割ぐらい仕上がってたよ。タトゥーさんとガフさんは結構もうやばいね。ワンチャン力がやばい。どうしようかな。かな、のんびり。フォローありがとうございます。Thank you. Thank you. あ、セブンシャドウさん、紹介しました。今ね、ちょっとメッセージやり取りしてて、いろいろ今。裏で動いてます。大会終わったらどうするみたいなね、ことを今話していて。ちょっと今、いろいろ案があるから、それをお伝えします。誰？トヨタ。トヨタ。気持ち悪い、お腹が痛い、お腹が痛い、気持ち悪い。
ぱいか。まあいっか。やってるんでね。多分。いけるさん。いけるさんすごいな。4544。23%。今日はあれですね、RF さんなんか違うのよ。ワンチャンミカドで会いたいな。できるかな。ドライエさん暇やったらやりませんか。エグゼ重ねたらいいな。でも多分無理だよ。気持ち悪いな。赤いたいな。
はいはい、何でしょうか。ガードできないか。うん、5回ぐらいできたかな。次の人に行きましょうか。
でした。さて、休憩。グレートハロー。グレート。1997年。高さんいるじゃないですか。高さんいるじゃないですか。ラウンドかちょっと嫌だな。Huh.
何人 ?742?742 人。ただあれ大丈夫ですか？バグったバグったバグった。どこや？タブ。配信の方にダメージ受けて。あとワンループできます。ワンループ、
悔しい悔しい。アイアンギガ、アイアン。ですね、高さんらしい動きですね。すごく好きです。高らしい、高らしい。あ、やばいな。ゲージ、バースのゲージないな。
マジでみんなちょっと行きたいな。今日ね、みんなリハビリ勢が多いかな。ボブさんもいましたよ。瞳があるんですよね、瞳が。紹介瞳あるんですよね。ここに境界瞳が確かあったと思う。ハロー。うまい。前じゃあちょっとケダコの部屋をね、あ、待ってるんですか。あと誰がいるんですか。あと一人は。ああ、なるほど。まあでも上手い人ばっかりでいいですね。さっき小一さんいませんでした。小一さん、おー、すごいスイーパー勝ちたい、お互い勝ちたい、勝ちたい、勝ちたい。勝ちたい勝ちたいバース。勝ちたい勝ちたいよ。でもちゃんと落ち出すできてるからいいよね。
わあ。悔しいな、悔しいな、悔しいな、悔しいな。あーですよね、今の多分高さんもね、高さんも今笑ってたと思う。これはしねえって言って、これはしねえって言って、ゲーセンのノイですよ。高さんがね、あのバーストをあまりミスらないんですさん。うまいっす。あれあれ、アレフさん、違うんですよ、みんなあの海外の人と対戦してください。海外の人とやってください。そう、日本の人は対戦相手じゃないんで。何だそう。あのほら大会あるあるですよ。身内で対、身内で熱くなる。それはケダコの部屋に行きたいんだよ。
あと、タカさんにね、タカさんはもっと練習しないといけないのに。そうですよね。タカさん、そうですよね。まだね、まだ練習練習相手がちょっと悪くないですか？大丈夫ですか？そう。じゃあ、あの、タカさんらしい攻め方はできてるんですけど、あの、練習相手がね、辛いよね。で、ケダコの部屋に行くと、あの、竹原さんとかだから、違う違う、みんな、まあいいんだけどね、あの、そうそうそう、知り合いとやるってのはいいんだけどね。そう、海外の人のピングとかとで対戦してもらいたい。何やったら、母ちゃんやったっけ、母ちゃんやね、できる、ほいほい、ゲジある、ゲジある、ほいほい、できる、ガッ、ほい、あ、何してんの何してんのあるよ、あるよ、ワンチャンあるよ、ゲジある、ゲジ中盤。あ、フォローありがとうございます。 Thank you。 あれやね、今日のスチーム ACPR の熱帯レベルやばい。ここに、ここあの、日本チームしかいないから。いつものメンバーがほとんどいない。そうそうそう、ミカドでやりながら。あるある。そう。本当にあの、店舗大会の風景。はいはい、あ、惜しい、惜しかった。ファーストがないのがね、ちょっと辛いよね。ファーストためながら戦いたい。はい、あるある、うまい、あ、はい、ゲージあるから、タカさんゲージあるから、ゲージ大量にある。はいはい、あ、いける、始まれば、はいはい、オッケー、寄せて、まだいけ、まだいけ、やすやす、あるよ、 FB4 気をつけて、あ、よい、あー、惜しかったね今の。タカさん、どんな感じですか、ラグとかは。対戦しやすいですか。
対戦相手がね、ノーマルキャラじゃないからね、辛いよ。あ、本当ですか。かなりいい感じ。よかった。国内同士はね、こんな感じだから。そこだな、そこができないな。誰かね、あと一人ぐらいね、来てくれたら。さすがにね、300っていう人はいないと思うんですよ。150から200ちょいぐらいの人だと。ここら辺に慣れとけば大丈夫です。バカバカ猫受付。
だけ刺して。デス系もスラムダンクなどの古い闇が好きなんです。懐かしいです。好きですよ。新しい闇。新しいアニメ、わからない。ないな、今の当たったと思ってたからね。ちっちゃいファースト。中さん頑張って。頑張って。ちょっとリハビリにはちょっと辛いと思うけど。もう少しね、優しい相手が欲しいよね。勢いだけで行くしかない。アンジーだね、風神とガードポイントが何とかして。いよいよ、そういうの、そういうの。こういうの。そういうの、そういうの、そういうの。悲しいな、悲しいな、あるある、おい、おい、あるよ。悲しいな。おかしいよね、しゃがみ系、じゃあ、延々しゃがみ系、延々ってね。ビオル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 あるあるあるよ。おいおい、ゲージあるゲージある、ある、カスカスアップするか。いいよ、いい当たり方。はいはいはい、あー出ない。でも補正切り、補正切りガード、あとワンコンボ、ワンコンボ、ガードガード、危ない、ナイスナイス。はい、風神通るバカです。よしオン、よし、行け行け。わー、ナイス。うおー、高さん、ナイスナイス。
噂ないしないし。勝った勝った。ロイさんがイグザードやり始めました。伸びたね、よかったね。隕石をね、うまいことね、受けてたからよかったね、オンで。よし。あれですかね、RF さんこれ配信初めてなんですかね。
疲れたな。かったな、攻め方が悪かったな。勝てる思ったんやけどね、あそこ。きついな、きついな。あるわ。いける。あぶない。リバースト。ました。中さん、それいいよ、このプレッシャー。はい、もう一回攻めて、攻めて、はい、攻めて、はい、大事大事、その勢いです。はい、はい、OK、OK、はい、はい、ほいほい。ほい。ほい。やすやいやいや。やすやす。待って待って。あー、折れるな、これ。投げだ。高さん、いいっすね。風神の数を数えろや。風神の数を数えろ。あ、ありがとうございます、フォロー。センキュー。
コンボ下手すぎて。原さんもうコンボができないの。勢いで勢い。もう暴れつぶしばっかり。暴れつぶしで攻めて攻めて。そう投げです。基本コンボでいいと思います。で、バーストないやん、バーストないやん。いいですね。ファーストプラスをマジで。メインエース振ったら風神来るかな。いやーマジ今の辛そう。俺やったら切れてた。
お、タカさん、タカさんいいじゃない、いけますいけます、いい感じいい感じ。タカさんいい感じっす。あ、この調子コンボは知らへんけど、この調子ディスコード来てるな、なんやろメス。気持ち悪い。お、なるほど、アメリカチームお互いベストファイト。Thank you. ありがとう。GTS。
何ゴルドラン。お腹いっぱいで気持ちが手高いとこ行きたいな。え？見た今の。いやー最悪。あ、ミッケルさんありがとうございました。いつもありがとうございます。タカさんほら、あの元気玉中断あるじゃん。ドマキャン今日一回もやってない。あの元気玉の中断前からやってなかった。タカさん、あ、こんにちは。タカトスさん、グッドモーニング。あ、何昔の知り合いから来日しました。このアンディ強いですね。
この人もね、アンディ使いなんで、難しい。これは、これは懐かしい。ジュラトリッパーって懐かしくないですか？ジュラトリッパー。左がフォードアマリトです。時代を感じます、ね、あ、了解です。いってらっしゃい、いってらっしゃい。試合が早い。試合のテンポは Thank you、 ありがとう、楽しみ。 BGS BGS、 試合のテンポが早すぎる。他に誰も入ってこないですね。この戦いには近寄れないって感じのオーラが出てます、ね。ちゃんと青キャンできるじゃないですか、青キャン。
ドンキーコングストライク。ストライク。アンジイコールドンキーコング。ポタシポタシカモンカモンポタシカモン忙しいおーストーリーストーリーストーリー昨日は楽しかったよ。昨日はとても楽しかった。Much love.
そう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 、つらい。違うんですよ。だからあのリハビリの相手が間違ってる。ワンチャンを掴むしかないよ。そろそろね、でも終わりますね。多分ケダコがずっとやってるから、部屋空いてるかな。え、そうなの？いや、おかしいよそれ。でもまあ終わるから。じゃあ次があのラスト1で大丈夫、 RF さんで最後です。
初詰めさんですか。いいな。これが ACPR ですよ。ワンチャン。だって勝ちの流れだったもんね、高さんのね、確実に。高さん、これでラストにするんで。はい、お疲れ様でーす。タカさん、お疲れ様です。タカさん、この上から2つ目のね、チャン様っていうじゃん、わかる？のチャン様っていう人、これね、スズメさんだからめちゃめちゃ強い。スズメジョニーだから。うん、僕このチームでしか対戦できないジョニーです。そう、やってみて多分切れそうになるから、強すぎて。ものすごい強いから、せっかくやってるならね、ちょっと記念にやってる方がいいよ。もっと緩まるだったら、モフリンさんとか、モフリンさんとか、この ESK っていう人、アンジェリカさんっていうんだけど、バイケンかアンジ、ここら辺だったらまだマシかなと思います。うん、ちょうどリハビリにはいいと思う。で、このドクタースチームロックっていうのが、よくロボ会の動画がすごい人、
この人もね、熱帯でしか対戦できない。そう、あのロボ界でめちゃめちゃうまいじゃん。めっちゃかっこいいから、このロボ界で。まあ、僕はちょっと終わるんです。僕もいるし。A さん今どこに入ってる？あ、また明日。OK。お疲れ様です。お疲れです。明日ね、堀田さんがいるから。母さん。明日、堀田さんがやってると思うから、みんなで入ろう。みんなで堀田さんと戦おう。全然あのアメリカ対策してない。あ、公開室。オッケーっす。今んとこね、あのサプーさんとガクさんが結構仕上がってた。お願いしました。タカさん了解です。OK、ありがとうございます今です、うん、サトゥーさんは何回かやったの思い出すから。ガクさんは 2,3 回やったらもうやばかった。では皆さんありがとうございました。おやすみなさい。選択ミスだと思った。